どうも、こんばんは。若津かまめさんいらっしゃい。一ゲートありがとう。みこめさん、百式さん、トムクロリンさん、ナリトペさん、ダリアさんいらっしゃい。はい、ただいまです。八カメさんいらっしゃい。さあ、やりますか、本日も。ヨちゃんいらっしゃい。ガラガラすんな。お茶どれぐらい持ちますかね。3ヶ月ぐらいはありそう。この画像私が作った。こんばんは、いらっしゃい。ウィンドさんいらっしゃい。今日は7月14日ですよ。昨日はエイプリルフールじゃないですよ。何の話かね。池田さんいらっしゃい。この前お昼にちょっとやった以来かな。なんだかね、イベントで役に立つオリアスっていうのが合成できたんで、とりあえず大事に しとこうかな。今日は地下に行ってみよう。大正生まれ。おばあちゃんやん、大正やった。赤さんいらっしゃい。キリンさんいらっしゃい。お茶の特典でね、私が欲しかったのはカバン。ゲーム中にこう装備できるカバンですかね。要はアクセサリーですね。15本だから2000円ぐらい。課金プラスお茶っていう。誰も呼んでないな。逃げ延びた。なんかね、昔からやってるみたい。ローソンとのなんていうんだろう、コラボ。誰呼ぼうか。ケルベロスちゃんとアルラーネ呼ぼうか。アルラーネと強いな、232もある。一番強いか今。マグロさんいらっしゃい。シンさん、極上の本マグロさんいらっしゃい。天皇は昭和生まれ。マコツいらっしゃい。あとは強さ的にはバクか。いや、オリアス呼んでみよう。オリアスどれぐらい減るかな。マグ一概。やっぱここの BGM いいよな。これケツドラムって聞いたんだけどな。アルラーネを先頭にするのかな。いいや、ケルちゃんにして、こうしようか。よし、行きましょう。今日は B1 の探索で。中津レッスンいらっしゃい。俺呼んで。これはまっすぐだったっけ。ああ、違うな、忘れてるな。オリアスはね、馬みたいなやつ。馬がヒヒーンって。ドリアードが4匹出た。ロコンさんいらっしゃい。赤通初見いらっしゃい。こんばんは。右の方だったか。右
をまっすぐまっすぐ。サハラスガコツいらっしゃい。ハクいらっしゃい。五代目円楽師匠五代目あの人ってどれぐらいなんだろうね。円楽一族っていうのは。スーファミの2が290円だったので買いました。安いですね。私600円ぐらいだったかな。変なとこ出たな。これは、E を向いてて、これはどこだ？あ、こうか。違う来ちゃったのか。よしよし本日7月14日は新日にも参戦の、桜庭和志でしたっけ。こちらがバースデーパーティーカードですか。そうですよ、みんなで祝おう。今6代目なんだね。アンさんいらっしゃい。やっぱりその次っておるよね。歌丸師匠の、あ、はい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 。あ、あの方だったんだ。へぇー。つるつる秋山これはこっちの。別に一族じゃなかったよね、あれ。あ、こちょうさんいらっしゃい。似てねえもんな。どうしようかな。前回爆乳ソバージュ爆乳ソバージュを仲間にしてすぐ合成しちゃったんですけど、あの人って結構戦力になるかな。もう一回友達になろうかな。グレイシー一族また違う。あ、くついらっしゃい。一門か、親戚ではない。あ、そうですね。大平さんも二代目三平さんも師匠はコンペ師匠。今日出るな、よく喧嘩が激しい。今日はメデューサさんに会えるかな。あと行ってないとこって言ったらね、 B1 ぐらいなんだよね。ちょっと今日 B1すぐ行ってみよう。おっしゃ、行くで。毎回読むな。これはこれは皆さん方、今日もおっぱい大きかった。まずですね、ガルさんのところからぐるーっと行きましょう。ここの宝玉向かうかな。ありますね宝玉取って、今の商店の司会者はタミヤ RC カーグランプリの司会をしてたことを隠してるらしい隠してんの。あ、くついらっしゃい。メガネの人だよね。タランテナ。小鉢さんいらっしゃい。オカムさんいらっしゃい。アコン X。 わしが女神様じゃ。寝言は寝ていよう。お尻がライターみたいに絞っ、ここからまず2階に行って3階に行きます。タバさんも通ったから B が一席出た。
フォートもよく出るとで、3階に行ってこっちか道なりのお、バンダーバンダーどうしようかな、一回仲間にしようかな。ジャガさんいらっしゃい、こんばんは。ソラさんは三遊亭好楽さんの前に芸名を知っていますか？ね、林屋九蔵さんって人だったかな九蔵さんって人だったかな、どうだったかな、なんかそんな気がするわ。九蔵？カルドセプトって何？ん？アピペが5匹も出た。クゾーって読むんだ。 DS の新しいゲームのやつ、新しいゲームのやつマグの減り早い、もしかして951早いな、もしかしてオリアスあたり。カルドは2面がクリアできずに済んだ。カリスマ新社さんいらっしゃい、まだだよ。21、アルダーネか、もしかして。そうそう、仲間ごとにこの二人かどっちか下げようか、オリアス下げるか。ちょっと怖いなこの無駄飯食いがいや一応戦ってくれてんだけどね。アルラーネは回復があるので、じゃあオリオスを下げて、ファンガスはどれぐらいだったかな。ガスちゃんは、あーでもそれでも22あるんか。バクは8か、バクにしよう。バック。アルラーネかわいい。バックにしよう。今日ももしかしたらマッピングだけになるかもしれんけ。出た。こいつは逃げよう。よしよし、これはどっちだったかな。地図今3階だよね。3階の奥の方で、2階に降りまして、降りましてからのこっちか。ここ入ってからまた、1階に行きます。メデューサ勝てそう、いやまだ1回も会ってないからな。悪夢じゃないじゃんアキさんいらっしゃい、キツダラムくん、赤ついらっしゃい。とりあえずね、まだ位置もわからないから、ちょっと探してみますよ。で、もう一回1階に戻ってマッピングの続きですね。
B を向いてて、今いっぱいですよね。あ、そっかそっか、ごめんごめん、勘違いしてた。W か。よしよしよし、この奥まだちょっとマッピングしないんで行きましょうか。ここ入ってない。これ多分まっすぐ行ったらドルさんのとこ出るから、ああやっぱりそうだ、戻りましょう。ブールが5匹出た。ロクちゃんいらっしゃい。パンパン。ペクタさんいらっしゃい。おひさん、ノアラって誰だよ。今日は一日雨じゃったね。なんか一瞬梅雨明けたのかなって思ったけど、まだまだ梅雨ですな。ここ入ってないかも。ファンガスが4匹出た。これは、話しかけよう。エリックさんいらっしゃい。今年の梅雨明けは遅いみたい。あ、そうなんだ。ミミミミミカンさんいらっしゃい。もうケツドラムにしか聞こえない。いいぞ。洗脳成功やな、みんな。ナイさんいらっしゃい。こんばんは。ゲリラ豪雨がやばかった。今日？関西はね、しとしと降ってたよ。こっちは通り雨が続いてたよ。降ってはやんでした。うん、同じ感じかな。N ですよね。あ、何もないか。行き止まりの。タランティラが2匹出た。ヤクツンいらっしゃい。今いいとこ。まだボスに会えてないところかな。エモさんいらっしゃい。言霊ロゼさん、91個目さんいらっしゃい。会社雨漏りがひどかった。直してもらおう。大変や。ゴリラ系。なんや、強そうやな。で、こっちが一通で反対に行けるんですよ。で、ここ B1 行けるところで、この先行けないんだったかな。スケルトンが2匹出た。ゴリラとゲリラは発音が同じなので、ゴリラ豪雨でも間違いではないらしい。ゴリラのような豪雨ってこと？あれ？また戻るのか。うん。地下行きましょうね。豪雨で有線のフレッツ TV すら一時見れなくなった。アンテナがこうビタンビタンと痛めつけられてたんだね。カタールさんいらっしゃい。いや、進んでない。今からね、初めて地下に行ってみます。もしかしたら新しい発見があればなと。ほら、地下があるんだ。
にもしたら、もしかしたらメデューサがいるかもしれん。光ファイバーなのにフレッツ TV。 地下は近いよ。今からね、行くから。来ちゃった。 B1 です。さあ、地味なマッピング作業をしますか。五感弾あれ。今日もサーラさん、ジョークがキレキレですね。巻き込み事故ですよあ、ごめん巻き込まれ事故ね。A、北を北に、北、南。なぜか南を上に書いてたからな。それは わけわからんくないね。東の E。 光ファイバーも空中のところがある。空中。ああ、放送元が見れちゃう元からもうやられてるってことか。放送局が W を向いてますね。 W。 1階へ。マグヘリ早いな。863。東に扉があって、こうか。じゃあ東に出ましょう。あこさん、音楽いいですね。フロさんいらっしゃい。フロさんいらっしゃい。こんばんみ。敵は変わらないか。猫また。マグをたくさん落としてもらうといけん。おお、すごいな。いきなりクローズ世界樹新作がやりたい。なんか世界樹って人気ですよね。なんかこういうダンジョン系をやってるとね、絶対言ってる。世界樹、世界樹って。久々喋ると痰が絡むな。1、2。お、メガプラなり。後で飲み物取ってくる。ありがとう。武神の新作をやりたいです。半切れ一作しか出んかった。プレステ2でしたかね、武神って。私ね、世界中一応実家に帰ってる時にちょこっと、いや、実家に帰ってる時じゃないな、 DS でちょっとやったんですけど、止まってますね。ペルソナの世界中。うん、大量のお茶があるのであ、2作出てんだ。へえ。やっぱこういう洞窟系は気になるよね。武神、武神ですか。やってみたい気はあります。1、2、3。なんかブルーとしてるよ。いい。1、2。あ、ぐるっとしてるもしかしたらこのどっかの部屋におるかも。単純であれば。あ、1と0。うんうん。不審をおすすめ。キキュッ。ごめんなさい。ごめんなさい。ゲップが。見ず楽しめた人なら楽しめるはず。買わねばな。ごめん。ちょっとあざとすぎたな。あまくさいるし。恥ずかしい。ゲップだっつってんだろ。ピッチュピッチュ新種のポケモンかな。あー、ポケモン GO ってさ、
日本どうなんでしょうね。は、ここは入れないね。今どう見てもエレベーターだったよね。上下にあったな。エレベーターって書いとこう。今ので、ね、コミュニティ300人増えた。マジか。そうだよ、今、レベル20でアルラーネが作れたかな、この前。おや？いないなぁ。さっきでも下が見えたから、もしかしたら B2？ あれ？ポケモン。ああ、事故が起きないといい。ああ、やっぱり、そういう問題は出るかね。子供とか特に親が付き添わんといけんのかな。あれ地下何もないぞ。エレベーターしかないわ。マジか。え、ハーピーが3匹出た。そうだね、歩きスマホがやばくなりそう。ちょっと異様な光景だろうね。だからやっぱりああいうスマホとのゲームとかポケモンに全然興味がない人がそういう集団を見たら、ああもう日本終わったって思う。最近の若者はとか言われるんだろうな。あれってさ、でもいろいろこう画面をキャプチャーしてこうツイートとかしちゃったらさ、バレるよね多分、特定班に。あ、この人この辺だなみたいな。考えすぎかな。行くとこねえぞ。とりあえずエレベーターがありました。ということはエレベーターが先かな。バレてもいいのよ。海外のプロレスラーがインタビューの途中でポケモンでインタビュー拒否した動画があった。じゃあ行くところが、さっきのバルハラの回廊の続きをあれしようか。うん、あそこしかないわ行くところ。そこから出会いが書く。米軍の将尉だかか戦場でそれやって大目玉くなっていた。それはいかんな。特定班の特定能力やばすぎ。私雷が鳴ったって言われただ鳴ったって言っただけで特定されたんだけど。ソーラの住んでるとこ分かったみたいな。夏目ちゃん仲間に血に来ました。そう差し出すのだ。パンパンいらっしゃい。戦場のピカチュウ。あ、プモガス。私はとりあえずやってみるかな。日本でも配信始まって、まあとりあえず無料なんでしょ。窓枠だけでホテルを特定した人があった。この先ですね。ちょっとこの先マッピングします。E だよね。あー、マグが減ってんな。一人減らしますね。ちょっとアルラーネを外そう。きつい。バクちゃん回復しよう。ボス戦になってから呼ぼう。マグ不足ですね。うん。少尉って幹部候補じゃないのか。もう人生終わっただよ。人生。セブン潰れたって言ったら特定された人がいた。あとなんか、近くにね、新しいセブンイレブンできてたとかもう言っちゃうともうダメなんだろうな。まあいいんだけどね。おつ、ありがとう。お疲れ様です。次役行きましょう。あ、今月末なん？ポケモン GO って。へぇ。被害がなければいいよ。おつおつです。